の地で奴が待っている。あんまり女子の胸叩かない方がいいよ、クライブ。ある程度の雰囲気あるんやから。肩とかにしよう、肩。いや、ヒロイン不在っていうのもね、ちょっと、的への道。来たな、オーディン。オーディンアーム。武器を斬鉄剣に持ち替えて攻撃。敵を攻撃して斬鉄剣ゲージを貯め、その後、四角を流しすることで、斬鉄剣を放つことができる。うひょー。召喚獣オーディンの魔法障壁は消えた。これならストーンヒルへ向かえるはずだよ。うん。いやなんかねの、やっぱ主人公と弟とトルガル、いや完璧だよね。イフリート、フェニックス、フェンリル。まあよく言えばここにジルもね、ジルとかシドとかいてくれると心強いけど、やっぱちょっとジルはね戦わせるの申し訳ないよね。でちょっとオーディン見ていこうか。やっぱこれで言うとリヴァイアさんは神話上のモンスターなだけなのかな。でオーディン、オーディンアーム、いやこれめっちゃかっこいいよね。マスター化したらどうなるんだ。おっと、地上でプレジョンドッジを発動させた後に四角を押すと反撃技となる回避一閃を発動する。さらに敵の攻撃を受け流すパリーをした後に四角を押すと最大反撃となるひらめき一閃を発動する。ああ、これらを使いこなすことでより短時間に斬鉄剣ゲージを上昇させる。いやもう絶対強いでしょ、オーディン。やっぱぶっちゃけで言うと、あんまタイタンブロック使ってないんだよな。てかちょっとやっぱ難しくて、避ける方が楽だなって思うから、タイタンのところをオーディンにするのがいいかもしれない。バハムートはね、のメガフレは結構雑魚的で強いしな。マスター化で斬鉄剣ゲージか。なるほど。で、こっちがグングニル。槍のように長くした斬鉄剣を振り回すことで周囲の敵を連続で切りつける。ほう。ああ、斬鉄剣ゲージ上昇ね。なるほど。強そう。こっちは天の村雲。ほう。斬鉄剣を構えて素早く踏み込み、すれ違いために敵を切りつける。ボカさんの追加能力で連続攻撃ができる。これは境界転移。瞬時に体勢を立て直す。なるほど。ディシディアのジェクトブロックとか、また格系的なやつで、ね。これが斬鉄乱舞。なんかどっちも威力はそんなにだけど、やっぱ斬鉄剣ゲージを貯めることに特化した感じなんだね。で、装備を変えてみる。ウィクスとワインダップなんだけど、ワインダップはちょっと外しちゃったので、インパルス。ドレイクスパインへ向かうね。ちょっと待ってよ。あ、うん、いいんだけど、ちょっと鍛冶屋行きたいんだけど、行けるかな。よークライブ、何が必要なんだ。アイスブランド、ストームクライ、フレームタウン、エバーダーク。これか。てかアイスブランド作るの忘れてたな。アイスブランド使う時逃しちゃったな。ちょっと見た目だけ確認しようか。ああ、かっこいい、かっこいい気がする。ああ、しくくったな。オーディンと戦う時アイスブランド使うべきだったよな。何を作る？エバーダーク。じゃあこれいくか。闇の力を帯びた剣。こいつなら敵なしだ。このルーンブレイドプラス1 使わなかったな。またな。おお、かっこよ。よし、じゃあもう別に用はないので戻りましょうか。よし、じゃあ行くぜ。やっぱ今作オーディンは闇の召喚獣扱いなんだね。フェニックス、バハムとオーディンってもうなんかパッと見最強じゃない ?X、バハムート、オーディン。かっこよー。
さあ、斬鉄剣の試し切りをさせてくれ。ここから進めそうだ。なんかあそこにサブクエ的なのついてるけど、あれはなんて様だ。大丈夫か、生きてんのか。何があったんだ。アカシアになった仲間に襲われて、このザマさ。それだけじゃない。オーク族のやつら、ウォルド軍の傘下にいたはずなのに、うん、まるで誰かに操られてるみてえに急に手のひらを返しやがって。もう用済みになったとか、そういう話じゃなくね。オーク族もアルテマに。そういうことっぽいよね。仲間はみんな死んだ。俺たちの王も消えた。ウォルードはもうおしまいさ。俺は王のために国に尽くしてきたんだ。なのにあの方は俺たちを捨てた。畜生め。何が王だ、何が神だ。くだらねえ。あんたベアラーだよな。この状況で生きてるってことはそうなんだろう。いや、もうベアラーと次元が違うと思うけどね。聞いてくれないか。どうした。この指輪をある場所に埋めてほしい。うん、いいよ。わかった、なんとかしよう。よかった、ありがとうよ。城壁を越えて王都へ向かう道中に帰らずの森ってところがある。うん、そこに死んだ親父とおふくろの墓が、二人の指輪も眠ってるんだ。その墓に俺の指輪を埋めてくれ。せめて最後は家族と一緒に。分かったよ。うん、悲しいね。でもちょっとゲーム的な話をご勉強させてもらうけどさ、このサブクエの報酬はどうもらうんだろうね。まあそんなことを考えるのは無粋だとは思うんだけどね。よし、とりあえず行くか。プレリュードじゃん。てん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 。今作ありとあらゆるとこにプレリュードとかさ入っててさ、本当に良いわ BGM。 なんて巨大な城壁だ。これがストーンヒルかも。王都はここを越えた先だ。突破するぞ、ジョシュア。ああ兄さん。ゲイ。さっきまでのプレリュードを流してよ。チョコボ38。行くぞ。ご免許試し切りになってよ。あ、こうなったらなんかチャージショットみたいなないんだね。このいつも爆発してるやつ。ロイヤル講座。
ボス専用って感じなのかな、暫定付け。これ召喚時切り替えたらゲージは、ああまああれだね、保ったままではあるんだね。なるほど。なんかでも結構ボス専用って感じするね。雑魚的にすごい強いとかそういう感じではなさそうや。なるほど、逃げようと思ってました。あ、やばい、ギガフレア落ちちゃった。やばい、やっぱインパルス3ガルフにしといた方がいいな。まだ無駄こう。はい、暫定つけん。思った感じではないな。かっこいい、かっこいいけど、まあ、強化してないしな。おお、ラッシュ攻撃、こんなすごい、めっちゃ派手だけどダメージ全然ないっていう。あくまで断鉄剣がメインかな。うん、確かにこれはめっちゃ強い。くそ、まだ出てくるのか。どこ？それほど敵の本拠地も近いということだ。ジョシュ、気を引き締めろ。かっこよ。ただひたすらかっこいいで、あ、しかも範囲攻撃だからだいぶ強いな。斬鉄剣でんぶりって感じだね。ちょっとしょぼいけどちゃんと強い気がするな。さすがにギガフレアはちゃんと強い気がする。でもめっちゃ今技変えたい。範囲攻撃的なの欲しい。なんか適当にやっちゃったら死んだな。うん、これでどうやろうか。
ケイ。でさっきの奥ね。こいつすっげえ戦いにくかったな。いやなんかオーディ強いかなと思ったけど、ようやく終わった。なんか少し休むか。使いにくいな。大丈夫、先に進もう。どうなんだろう、やってるこっちが下手くそなだけでなんかプレシジョンどっちが出にくいのか。なんかやっぱオーディンモードになってると回避がねすごいしづらいだよな。それが気のせいなのであればね、いいんだけど。あとやっぱ芝のやつはそこまでかもしれんな。見えてきたよ。ドレイクスパイン、最後のマザークリスタルだ。アイスエイジもそこまでなんで、ちょっとポイントリセットして、で激震をマスター化する。これやっぱね使いやすかった。まあちょっとロマンも貯めてギガフレア強化。まあもうじゃあタイタンつければいいじゃんってなるんだけどね。ちょっとねオーディンアームはまだ強い。あ間違えた。よし、行くか。この辺アイテムないかな。別に何かがあるわけでもなさそうやで。インパルス、ギガフレア、メキシン、ワインダップ、ヨーエクス、ライジングフレーム、オッケー。やっぱインパルス強えよな。うん、こっちだよね。ミニマップ、あーやっぱこっちだよね。こっちに行っても特に何もなさそうないけど、なんか気になるな。全然聞いてないけど。あれ倒してる。ここは一体何かの施設かね。今はストーンヒルに向かおう。そうだな。お、ということは後で来るのか。あ、それともこれやり込み要素的な闘技場とかかね。あーぽいな。てかまだなんかの要素があるの。まあいいか。いやフェニックスシフト正直ねこう距離を詰めるのに強くてでライジングフレームがまあフレーム数っていうかまあ全体の動作もそんなにね大きくなくて効果力を叩き込めるし、ウィルウィクスはもう無類の強さで、バハムトウィングの殲滅力はやっぱ強いし、インパルスのウィルゲージの削り力と、あとまあねこう攻撃してる間に他のことをできるっていうのも強いで、ギガフレアのテイクダウン取った時の効果力多分ね強いと思う多分
で、オーディンアームの斬鉄剣の強さと、まあね、プレジションドッジとかが、まあ、強いというか、そのまま強化が適用されているのであれば、下手くそなだけ。おっと、宝戸に釣られたぞ。で、やっぱこのワインダップの効果力はやっぱ高いし、うん、激震の範囲をね、うん、タイタンとイフリートが強いよね。タイタン、イフリート、バハムートが強い。まあ、正直タイタンブロックもその避けなくていいというね、話で言えば多分強いんだろうけど、結局連続攻撃してくる敵がいた時に、スーパーアーマーだけど、あの体力がね、あ、無敵状態になるわけじゃないから、結局ね、ゴリ押ししているだけってこと考えると、やっぱ避けて避けてタイタンブロックとかになるからね。ジョシュ、もう少しでストーンヒルだ。はい、うん、いよいよだね兄さん。めんどくさいんで先進みますって考えると、やっぱこのワインドアップ激震、まあ、激震のとこはあれかもしれないね、あのラムーのパイルドライブとかにしてもいいかもしれない。うん、こう考えると、ガルーダとシバ、ガルーダ、シバ、ラムーを一切使ってないっていう、ちょっと悲しい感じになるけどね。まあ、オーディンも使ってないんやけどね、オーディンアームしか。すんごいビリビリってるよ。静かだね。オートストーンヒルにはアカシアどもが渦巻いているはず、うん、ここからの道は城へと続く橋だけだ。逃げ道はない。覚悟はできてるよ。いや、いいな、兄弟で行くの。あんま兄弟、主人公に兄弟がいる FF あんまりない気がするんだよな。おっと、じゃあ一旦切りがいいので、収録的な話で、一旦終わろうかなと思います。こんばんは、ハモーです。今回もファイナルファンタジー16の続きやっていこうかなと思います。いよいよドレイクスパイにの手前に来たところからですね。前回から引き続き収録をしてます。じゃあやっていきましょう。おお、すごいね、あそこのエーテルだまり。で、この前、セーブがね、ちょっとできてなかったんで、セーブだけしますね。よし、じゃあやっていくか。マップ的には、あれ?どこに向かえばいいんだ?これ。あれ?ドレイクスパイに入れてない?もしかして。あ、間違えてんじゃん。こっちっすね。そしてマップ見て気づいたけど、サブクエやってないっていうね。すまん、また今度やるよ。うう、死んでるよ兵士たちが。でもやっぱこの崩壊した、そうね、この様子じゃもう生き残りはいないかもしれない。待って、そこエンタープライズのとこじゃないの？やることは一つだ。煙出てんの大丈夫か？ああ、
魔と騒乱でいいのかな。いいね、 BGM がなんだろう、こう決意に満ちた感じするね。ゲイ、クリスタル神殿まで突き進むぞ。まあ、この辺は軽いね。月ってこっから見えるかね。あれかな、これな、今夜なんかね。なんか空がアルテマニアってよくわかんないことになってからね、昼なんか夜なんかわかんないよね。でこのさ、マトに潜入するっていうのが、ちょっと FF15 のインソムニアに帰ってきた時に魔物だらけになってるっていう感じがするけど、なんだろうな、いいよねこういうなの。あっちはね、一番最初のところに戻ってきて、そこがすごいことになってるから、まあ面白かったっていうのもあるけど、まあ、今回はね、あんまり思い入れがない部分というかね、場所ではあるけどね。でそこボス戦だよね。てかここビッグブリッジっぽくない？アカシアギルガメシとか来ない？来たな、ようやく。ベヒーモスか。ベヒーモス。あんな魔獣まで刺激を。あ、知ってはいるんだね。アカシアベヒーモスじゃない。キングか。なになになに、メテオじゃん。ファイナルメテオやで。ベヒーモスといえばファイナルメテオやね。帰れなくなったの。いやー、ベヒーモス最後か。最後にベヒーモスが来るところもなんか50のオマージュな気もするよね。やつを片付ける。オッケー。